したリングライトが優秀すぎてちょっと目の張りが伝わらないです。でもこことかめっちゃ暑いんだけどえ、そう、頭痛い頭痛い。あのね、劇場から LGT の劇場からファンレターとかそのプレゼントをいただいたのがもう1、2週間前になるんですけど、よいしょ。でそこでそこから 1,2 週間ファンレターをね、読めてなかったんですよ。実は読もう読もうと思っていたんだけど、やっぱり7年間活動してきたから手紙に、みんなが書いてくれた手紙のさ、やっぱそのパワーっていうか、なんていうの、もうみんな一生懸命書いてくれただろうから、ちょっと読む側もこう、なんていうの、ちゃんとしたこう構えが必要だと思って、ちゃんとこう、なんか、なんていうの、自分が読むとき、なんて言えばいいの、こう自分も気合を入れて読まなきゃなと思ってたんよちゃんと心を構えて、そう、書き直したよみたいな声も聞いてたから、ちょっとこれもしで、だから、でなかなか読むに読めなかったんだよ、なかなかね。でも今日時間があったので読もうと思って、先ほど全ていただいたお手紙、なんかまだ受け、なんかギリギリに送っちゃったからもらえてないみたいみたいなのもなんか SNS で聞いたんですけど、それは読めてないんだけども、私に届いたお手紙はちゃんと読ませていただきまして、そのせいで、そのせいで目めっちゃ腫れたんだよ。もう超泣いたちゃんと向き合いたいなと思ったから。だしさ、やっぱその自分はこう、なんていうの、もう卒業して、まあ、1ヶ月半くらいじゃない。だからちょっともう切り替えてるところがあったりするのよ。だからなんかその、なんていう、いろんな気持ちをこうまた、なんていう、なんて言えばいいかな、なんか変に悪い意味に捉えられない、捉えられちゃうと悲しいから言葉が難しいんだけど、こう切り替えてるようなところもあって、切り替えなきゃみたいな、自分の中でこうやっぱ自分から卒業するって言ったわけだしと思って、何を落としたんだっけ、すごい、だからそうだね、卒業した頃の気持ちがね、めちゃ戻ったね、戻ったし、なんかいい意味でなんかすごくまた頑張ろうって気持ちになれたのよ。お手紙を読んで、
でもさ、なんかこういろんな時代をさ応援してきてくれた方がいるから、なんか当時なんかだから人それぞれのお手紙なわけ。この頃はこうだったね、ああだったねみたいな、その人それぞれの出会いの仕方とか、ここをきっかけであゆたろのこと知りましたみたいなの書いてくれてて、なんかそうだったなとか、この時こう思ってくれてたんだとか、そういうのを考えたらね、めっちゃ泣けたし、これね、あのね、みんなこれ打ち合わせしたみたいなのがあって、なんか9割が楽しいことよりも辛いことの方が多かったかもしれないけどって書いてあって、みんな打ち合わせしたって思ったので、私がよく言ってたからかな、やっぱり。いやもう全然辛いことの方が多かったんよねでもなんていうの、みんなはそれをちょっと気遣いながらも応援していてよかったよみたいなことを話してくれてそうそう、ちょっと笑っちゃったね。なんかちょっとこうやって読み終わって、こうやってふーってなった時に、なんかみんなこれ書いてたなと思って面白かったね。テロップ加工。そうなんですよね。でもめっちゃなんかなんていうの、まあ、しんどかったわよね本当に本当にしんどかった時はしんどかったからねうん、そりゃ9割書かれるわなといった感じだったんだけど、いやでもね、めっちゃ面白いお手紙とかもあって、いやもう配信で読みたさすぎると思ったんだけどいやそれはダメだなと思って、さっきお姉ちゃんに電話して、これ本当に面白すぎるから頼むからここだけ読ませてくれって言って、姉ちゃんに音読したよね。で本当にこれ人に言いたいんだけど、でも言えないからってでこうやって読んでめっちゃ笑ってたやばい、目がなんかお目が重たいのよ。そう、いやめっちゃ人に言いたかった。内容、いや言いたいんだけどダメ？いいかな？今見てるかな？ね、ほんとに読みたい！ね、ほんとに！ちょ、え、ダメかな？いい？え、怒んない？みんな怒んないじゃん。え、いい？多分ね、じゃあ、私がめちゃめちゃ笑ったとこだけ、いい読んでも。この人は、なんか握手券を取ってくれたこともあったんだけど、
なんかその行かなかったっていうとこで、いや多分大丈夫で、だからそれを今から話すんだけど、なんで撮らなかったかっていう理由を書いてくれてるから、そこを読むね今だから言えるけどちょっと待って、終わった、ほらごめんなさい見えちゃった今だから言えるけど、握手申し込んだんだけど行かなかったこともあって、それは行かなかったより行けなくて、向かってる最中にほんともう心臓張り裂けそうになってドクンドクンとかじゃなくてドドドドドみたいな、ほんとやばくて、汗もやばくて、一番最初初めて行こうとした時ほんとやばくて、息ついて汗やばすぎて、とりあえずこんな汚ねえ手で握手なんて申し訳すぎて嫌な気持ちにさせると思って、手の除菌シートキレイキレイだったかなを買って拭いて、よし大丈夫って向かってる途中、どんどん会場近づくにつれてやばすぎて、あダメだ心臓止まるってなっていけなくて、なんか除菌シート買いに行ったみたいな感じになったんだよねなのかっていう、 いろいろなお手紙をいっぱいいただいたんだけども、なんで封筒が木馬なのかなってなんか木馬かと思ってあ、馬を探したんか、私が馬娘で競馬好きだからまあ確かにいや、なんで木馬なのかなって思ってて、センスかあー、いやなんかなんだろうなってずっと思ったんだよね。でもね、でもそう、馬の封筒はなかったんよ、このファンレターの、いっぱいあるファンレターでも馬柄はなかったから、私も連想ができなかったんだと思う。っていうね、あのめっちゃ泣けるお手紙もいっぱいあったんだけど、あのね、こういう私の情緒がね、もう大崩壊しちゃったえ、マジで面白くない？なんなん、キレイキレイだったかなってびっくりしちゃった。コンビニによく売ってるのはキレイキレイだよね。面白い。でも全部手紙嬉しかった。なんかなんていうの、こう長いお手紙も嬉しかったし、短いお手紙も嬉しかった。なんか
何回も書き直したんだとかいうのも書いて、最近鼻が乾燥するわね。最初の握手そんなに緊張しなかったけど、人それぞれ。ほんと人それぞれぞれなんかマジで緊張しなかった、それが良かったみたいなお手紙もいっぱいあれば、こうやってあのキレイキレイ買って帰る人もいてめっちゃ重かった、おもろかったな。初握手緊張した、緊張派と緊張じゃない派はありますよね。あと初めてがオンライン派とか。こちら下地です。最初の握手、あゆちゃんの可愛さに心臓止まるかと思った。よかった帰らなくて何年でもね、あの握手会の会場ってめっちゃ乾燥してんのよ。だからね、あんまり可愛くなかったと思うなんかすっげえ乾燥してるの。だからさ、メンバーさん、そのさ、なんていうの、もうなんていうの、こう、私はねそのレベルに達してないってミズラ思って、部数とか考えちゃって言えなかったんだけど、加湿器置いてるメンバーさんとか先輩でもいたと思うんだ、乾燥してるから。でも私はね、乾燥めっちゃしてたんだけど言えなかったんだよね。乾燥機置いてるメンバーさんいたんだよ、いっぱいいた。そのなんていう、そのあ、加湿器、加湿器、そうそう、柏木さんは置いてた加湿器いや、時期関係なく乾燥してたんよね。ごめん、乾燥機って言ってた、加湿器。そう、でも私は言えなかったんだよね、恐れ多いなぁと思って。もうちょっと部数が増えたらいいよって思ってましたもうちょっと、もうちょっと増えたらって。でも何部だったかもう忘れちゃって、5部とか4か5だった気がするな。やっぱめちゃめちゃな目が腫れてる。ちょっとこれ電気消したらさ、ブスになるんだけど、でもブスになった方が目の腫れが分かるから、ちょっとブスになるね。ほらこのさ、目の腫れ、これめっちゃ腫れてんの、ほら目がめちゃめちゃに腫れてる。下やばいよね、ほらここ、ほらやばくない？はい、嫌なんで、泣くとね、いつもこうやってね、目がねすごい腫れちゃうんだよね。光すごいでしょ。でファンレターで泣いたんよ、もうファンレターで、もうこんめっちゃ分厚かったりもして、ちゃんと全部読んだ。コンシーラーを塗ります。
泣きっぱなしだった。今日は整体に行ってきたのよ。今日はお休み、体休める日、休める日。よしよしましょい、よしよしましょい。そう、でもなんかさ、整体じゃない、今整体のこの話はこれからしようと思ったけど、ファンレターの話戻っていいですか。なんかさ、別にさ、なんかこれでバイバイじゃないのにさ、バイバイとか書いてあってさ、バイバイって何って言っちゃった読みながら。なんでそんなさ、なんかもうさよならみたいな感じでさ、遠くから見守ってますバイバイみたいな、え、なんでってえ、なんでバイバイって書くのって思って、なんかすごい寂しかったんだよね。え、バイバイって何って言っちゃった。うん、区切りつけられたよ。この中にいます一応けじめじゃないあんただよなに自分で書いて一応言ってんの、一応って、一応だし何自分で自分のことフォローしてるの何言ってんのまだはちょっと人狼ですね。人狼の高度なテクニックだと思います私はね、すぐ見つけちゃえるタイプなので、ちゃんと覚えてるタイプなので私ね、そのテクニックは通用しませんでしたね。うん おもろいおもろくない何も。何ヤブヘビって、沖縄とかにいるヘビ。おこな、だからさ、バイバイとかあんま言わないでって思う。なんでバイバイって言うのって思って、見せようか本当にバイバイって書いてあったの。多すぎて見つけられない。あとね、面白かったのが、ラーメン部のロケと同じ封筒の人がいて毎回ラーメン部の気持ちになった。なんかね、2、3通その方送ってくれてて、あ、ラーメン部の封筒って思った。この通、あと封筒かぶりとかもあったわね、よくある。だからみんな多分ロフトかどっかで買ってるんだな。多分ロフトで買ってマックかミスドか上島コーヒーかどっかで書いてるねうん、多分その辺で書いてる。それかホテルとか、
眉毛描きます。眉毛、今日それでね、整体に行ってきたんだけど、なんかさ、ツボで分かるのってすごいですよね。なんか胃腸が痛いですよねって言われて、なんか胃腸がひどく疲れてますけど大丈夫ですかって言われた。いや大丈夫じゃなくてってそういうの分かっちゃうのすごくない？眉毛うまいな、すごいよね。そうで、飲み物飲んでますかって言われて、温かい飲み物飲んでますかって言われて、いや飲んでないですって言ったら、飲んでくださいって言われて、最後に温かいお茶をもらっていただいて帰ってきた温かいお茶を。でもさ、家で温かいお茶ってさ、そのこの時期もそうだけど、あんま飲まなくない？夏場ってどうもこうもやはり冷たいのはいっぱい飲むけれどね、飲まないわよね。なんかバランスが、うん、今暑いからな、温かいお茶を飲みましょうって言われた。あとはなんかまたね聞かれちゃったのよ、お仕事的な話。これあるあるなんですけど、そのなんかさ、初めて行くネイル屋さんとかも、なんか普段何されてるんですかみたいな、この普段何されてるんですか話なんだけど、いや結構ね申し訳ないんだけども、こうなんて言おうかいつも迷ってて、なんかね前なんか適当な話をしまって、なんか農家とか行って前農家のジムとか行ってしまったせいで、なんかなんて言ったかなと思ってその農家のジムって言ってしまったせいで、その一回忘れちゃったよ、え待って前なんつったかなみたいななんか連休中ですかって言われたので、何の連休中、お盆かなと思って、よくわかんないけど、はいって言ったので、なんか前農家のジムっておっしゃってましたよねみたいな、あ、そうだ農家のジムって言ったんだと思って言ったんだと思って、あ、はい、今ちょっと暇な時期でとか言って よくわかんない、連休ってなんだと思ってやばいやばい、どっか行っちゃった、あった適当なこと言っちゃったんだよねうん、いや多分ね、まあメモしてあんのか失礼なのかよくわかんないんだけど、うん、多分私でも覚えてると思う、農家のジムって意味わかんないし
アイシャドウ塗ります。肌ライトがのおかげで白すぎて何塗ってんだか塗ってないんだか分かんないな。だからもう最後は寝たふりしました寝ましたよって寝てるよっていう気持ちで静かにしてましたもう今日はダメだと思って最終奥義居眠りをしました。いやもう寝ちゃったからねってそうそう、やっぱ寝る人多いじゃない整体って。いやめっちゃ多いと思うんだけど、私もね実はよく寝ちゃうのよ。なんか特に冬場とかよく寝ちゃうわね。いや配信絶対見てない、だって農家のジムだからね。農家のジム配信しないでしょ農家、まあ、農家のジムの人も配信するかもしれないけど、農家のジムなんだと思って配信探さないでしょ、だって。だから大丈夫。え、でも整体はね、なんか私のファンの方調査で言うとなんだけど、なんか意外となんか女の子は割と行くんだけど、男性ってさなんかあんま行かないですよね。パパも行かないよあんま整体って、マッサージとかって。え、あんまコリとか感じないんですか体の。え、なんでなんで、どうやったら痛み感じないの痛み感じないのは違うな、どうやって、え感じないの。いや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 、湿布で治る？首から腰まで終わるレベルで言って、いやガチで言った方がいいよ言っても意味あるのかなあるよ、年中だろ、行けよ行けよあーなんかわかんない、私の勝手な見解だけど、なんか針とか良さそう男の人って。これめっちゃ勝手な見解だけど、私針好きなんですよね、針治療みたいな。針いいよね、気持ちいいし。でも刺されるの嫌みたいな人もいるよね。うん、怖いんだ。なんか私のさ見てくれてる人はさ怖がりが多いよね。なんかネズミも怖いとか言ってみたりみんなの方がでっけえのにネズミ怖えだ針怖えだ言うてなんか怖がりが多いわよね痛いだなんだとか言うけど、なんか親知らずは抜いたドヤ顔をしてくるんですよね怖がりなのにでも親知らずは言った方がいいよってすごいドヤ顔で言ってくるよ親知らずマウントは取ってくんだよねやべ笑ってアイラインが
でも整体はね、いやおすすめだけどな。私が言ってるとこを言いたい言えない言わないけど、ガチでいいぞって絶対言わないけど絶対言わないけど、いいよ、いいから言ってみてほしい。まあ絶対言わないけど痛くなったら行く、肩こりがしんどいなって思ったら行くかな。一回でどれくらい時間かかる？何？10秒で帰りたい？自分で選ぶんよ、あの60分コースか、なんか40分、45分かな、か60分か90分かとかっていうのを自分で選ぶんよ。で、値段いくらするの？あの私あの整体屋さんじゃないから基準でいいですか？あのね、だいたい新規は安いです。初めまして行くお店はだいたい安い。1時間でほんと4000円とか3500円か4000円が安くて最安ね、それぐらい初回はね。そっから1000円か500円か上がるくらいだよ。そう、それぐらい、4000円くらい、4,000〜5,000円、まあ5,000円はいかないわね。そう、草マスカラ。なんか目腫れてるからめっちゃアイライン引きやすかったな、お茶付きで。でもその1時間をそのちゃんとしたプロにこう体をほぐしてもらえるから、私は本当にね好きなんですよね、整体が。マジでいい。まつげ、あ、そう、楽にもなるし、やっぱその時間が絶対的に幸せの時間なのよね。そのやってもらってる時間が終わらないでーってなるで、寝ちゃうたらマジでもったいなく感じるよ。はっ、もう終わりかってなるちょっとすやーって言ったらね、もうそれが最後なんだよね。ひなたから誕生日プレゼントでもらったチークそう、もったいない、寝たら。強くして欲しかったら強くしてくださいって言えばいいからね。あと、これ痛くないですかって言われて大丈夫ですって、私めっちゃびっくりされる。
で痛くないとね、なんか私気が済まないんですよね、整体って。なんか足つぼ全然平気、私踏めるよ、あのイボイボ、イボイボはね平気で踏めちゃう。効いてる感じ欲しい。完成したんご。今日は7時半まで配信したいと思います。うおー。ここから。あ、反射してる。これを塗ります。頭に。髪色もだいぶ紫が消えちゃったんですよね。でもこんな髪色も好きだからいいんですけど、告白しちゃった自分の髪の毛に。もうだいぶ無くなっちゃった。手洗ってくる。あれ？は。はい。すいません。あれ？櫛どこやったっけ？置いといたのに。あれ？あった。前髪がね、意外とずっと短くて、最近はこんな前髪です。全然巻きもしない、巻く髪がないみたいな、こういう全方位型の前髪です。最近はそう、それそれ。前髪あんま伸びないのよ。あとね、あのゴールドシップ頑張って完成させました。
え、かわいい蹴ってる。わかる、この足かわいい。これはね、こちらで飾ってます。そう、土が舞い上がってんの、いいよね。今日のオープンレックではね、ウマ娘の大会結果を知ろうと思うのでね次のレースはいつ発表されるのですか？もう発表されてますか？いつ発表されますか？もうされてますか？いつ教えてくれますか？はい、そうなんですよ。ウマ娘の大会が毎月のごとく日曜とお、そうな感じ。でも白すぎ、ライトちょっと詐欺すぎる。でもこれ一番暗い色なんだよな、このリングライト。え、なんか青い。びっくりした消える。え、まぶいえ、まぶしすぎる。ちょっとこれで勘弁してください。消えちゃうわよ。でもだいぶ明るいのすごいなこれ、うん、さて残りの30分何をしようかな、うん、一昨日だからにアホほど歌ったしな。どうしようかな。おしゃべりしますか？何のおしゃべりがいいかな。私の今日の出来事はもう全部話し尽くしてしまったからな。あ、でも私が最近食べたい食べ物はクロワッサンたい焼きなんですけど、クロワッサンたい焼き知ってますか？知ってる？美味しいよね。銀だこに売ってるよ、クロワッサンたい焼き。そう、なんかそう、砂糖ついてるやつがめっちゃ美味しくってめっちゃ美味しいの。なんか味めっちゃあって、なんだっけな、私はクリームが一番好きなんだけど、クリームとあんことみたいな。クロワッサンがたい焼きの形、あ、そう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 、それがね、今日すごい食べたかったんだけど食べれませんでしたえ、冷凍食品にあんどあんのあんの、のあるの
あるのやめて。なんか最近私さ、なんかじゃうちの家さあれ好きなんで、なんて番組だっけ、なんかテレビでそのなんかガチの料理ご飯屋さんのその店主さんが評価するんだけど、そのジョブチューンか、ジョブチューンかな、その銀だこの商品を合格合格合格みたいな、不合格合格みたいな、あの番組めっちゃ好きで、なんか特に両親が、そうで、なんかクロワッサンたい焼きが出てて、あ、これ美味しいやつだって、炎上しちゃったの？そう、たこ焼きじゃなくてなぜかクロワッサンたい焼きが食べたくなったんだけど、テレビ結構見るわね、うん、あれも見た、本間デッカのあのワンピースの小田先生の家に潜入するテレビ、めっちゃおもろかった、え、すごいって、え、お風呂場に龍がいてびっくりしちゃった、うん、ネタバレはもうワンピースはネタバレされしながら生きてる、え、マジすごかったし、なんか本当にすごかった、びっくりしちゃった、なんかもう見た方がいい、見れなくないかも、うん、あと何があったかな、顔出ししてない、なんか生春巻きが好きみたい、龍がいる風呂とか何やったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかすごかった。そう、なんか週に1回しか家族と会ってないんだって、ドラマ見てないわね、うん、やっぱあのバチェラロッテだったら。何が面白い最近のドラマは、UFO キャッチャーあったね、 UFO キャッチャー、うお、これアームめっちゃ硬いじゃんって言ったら、アーム固く設定してますって2秒後に言ってました。石子と羽男、六本木クラス、韓国ドラマ、トゥルルルトゥトゥルトゥントゥントゥルルトゥトゥルトゥントゥン、ダメ？古い？メイク終わった。古いか、わかんないんだよ。あんまり。みんなはじゃあどんなドラマを見るんですか？恋愛系とかさ、なんか医療のやつとかさ、推理ドラマとかあるじゃない？なんかね、どんなのを見てるんですか？どんなドラマを好む傾向にあるんですか？医療系？医療系好きなんだ。私失敗しないのでだっけ、ガリレオ、でん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 、
うわ、誰も恋愛系のドラマ見てないんだ。私も見てないけどみんな違うタイプだね。病院が多いね。じゃあベストオブドラマは何？恋愛見てるとイライラするそうなんだ。縁が遠いから恋愛は、だから見ないの。なんかあれ日向と見たな。いや覚えてねえわ、なんとかなんとかっていうドラマなんかね、いやもうわかんねえ、忘れた「あ、のだめ」は面白かったよね。テレテンテレテンテレテンテテレテテレテテテレテンテレ、千秋先輩ねどうせくっつくのに喧嘩するからそういうのでも世の中の人たちは見てておもろいんじゃないですか。ヒントください。西野七瀬さんが出てたやつなんだけど忘れちゃったと、あの広瀬アリスさんが出てた最近のやつよ。稲田の番何？100人乗っても大丈夫？それ稲葉？あなたの番です。私見てないからわかんない。わかんない。いっぱい言わないでください。あなたの番ですって。違います。私の番じゃないです。違う。本当にね。怖い。違うって。なんかもう嫌だ。もう嫌だ。なんかすごいなんか言われるから敬語でえ、なんだったっけな、がそう恋愛系のやつ、そうなんかが出てて、え、誰だっけ、その男性の顔が一向に出てこない、俳優さんの名前と顔が。恋なんて本気でやってどうするのだ、そうで、なんか西野七瀬さんは結婚されてる役で、その旦那さんが一生ゲームしてて何もやんねえってやつだったで、なんかこうなんか浮気でどうのみたいななんか一生ゲームしててうわってなって、なんか怖いなってなんかサワサワするなってなんかそうなんかすごいなみたいなやっぱゲームずっとするのってあんま良くないのかなってなったでもきっとコミュニケーションは大事なんだろうなって思いますね。そう、でもあんまり最後まで見てないからわかんないんだよねだから私今ここの内容を話すまでにこれだけ時間がかかっちゃったな。ちょっと見た。でもそれしか見てないな、ドラマ。私が好きなドラマは、どれくらい前に遡ることになるんだろうか。
ナースのお仕事は新潟の夕方5時にマジで一生やってた、子供の頃。なんかな、昔からね恋愛ドラマって全然見てこなかったのよね。イケパラくらい。ピーンひっくり返る愛のマークぐらいなんだよね。極戦は見てないです。なんかちょっとやさぐれてたね子供の時。なんかきっと解決して終わるんだよねって、なんかほんとね良くなかったと思う。ほんとに良くなかったと思う。ね、反省して。スペックはなんかねテレビで映画がやってて、わちゃんとこれ見ればよかったって思った。だから面白かった記憶ある。デスノートとかが好きだったからね、子供的に言うと。子供的に言うとデスノートのドラマとか見てたから、うん、そうそう、ミサミサね。だからね、そこが強い、その辺だな。そっち系が好きだったのよ。でも他何見てたかがマジで覚えられない。あ、ライアーゲーム見てたわ。ブラッディーマンデーはもう本当に面白い。ブラッディーマンデー最高ってなった。マジでおもろかったな。そういうなんかこうちょっとパソコンカチャカチャするようななんかそういうのが好きだったのかもね。あと、なんだっけ、あれ面白かったよね、東京ドックスみたいな。エグザイルさんが主題歌だったと思う。テン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 ってやつ、おもろかった気がする。なんか普通の刑事物ってあんまり私得意じゃなかったんだけど、なんか面白かった気がする。なんかそういうユニーク的な要素もあって。花壇はね見てなかったね。そういう女だったのよ子供の時から。何って思っちゃって、なんか花壇ねって逃げ恥も通ってないし丸物着ても通ってないんですよ。ほんとごめんなさい。うん、毎週学校で何話してたか、だから友達いなかったって。そうそう、全然ね友達がいなかったの小学校の時はね。小5までいなかった。小5からはいた、うん、小5からはいたから。何話してたか、メイちゃんの羊とかは見てた気がする。うん、あとなんだ、小4とかの骨折して学校行けてなかったりとかするか。いや行けてたけど、もうなんかもう広かったからね。うん、友達がなんかその私だからあんま刺さらなかった。なんか誰々がイケメンでーみたいなで見えるじゃんか。でもなんかほーってあんま刺さらなかったのよ。なんかでみんな最高ーみたいな感じ見てんだけど、なんか私はなんかほーって思ってふーんしかならなかったね、あんまり。なんかそうなんだーみたいな、そうなんだーみたいな。フクロウにしかなんかほーって、うーんって
そんな感じだったわよね。そう、アニメの方が見てたよね、やっぱり。返しなかったね。うん、なんかそれよりかはなんかパソコン使ってなんかなんだなんかいろんなの調べたりとかニコニコ動画とか見ちゃってたりなったりしてしたかったね。ドラマとか見ずにそっちに走っちゃったよね。もう小学生、中学生は、後半は中学生と、高校もずっとニコニコは見てたけども、いやコメントしたことないのよ。掲示板に書き込んだり、いや掲示板に書き込んだりとかはしたことがなくて、ただなんかのまとめサイトのコメントに、ね、何の記事かマジで覚えてないんだけど、こういうことする人最低って書いたことある。なんかね、これこういうことすると最低みたいな文言を書いたことがあります。いやね、何のまとめサイトだったかね、お前も聞いたよね、でもね、何の記事だったか忘れたんだけど、それは書いたことある。なんかでも皮肉げな、なんか。そのなんか良くない記事だったんだけど、なんか分かんないけど、その昔からあるこの正義感みたいなものが出てしまって、なんかその書いちゃったことはある。うん、何だったかな、なんか本当こういうことする人最低みたいなことをね書いちゃった記憶がある。なんかニックネーム犬の名前とかにした気がするな、なんか覚えてないんだけど。そんなんでね、打ったことがある。懐かしい。そんな思い出もあったりする。だからあんまドラマ見てない、あとアニメばっか見てた。そう、それ以外はアメーバピグとかしてたわね。アメーバピグやってた。懐かしいよね、パソコンで。そうそう、でなんか AKB さんとコラボしてたのよ当時で。なんかその AKB さんの言い訳ベイビーとかの衣装をすると買えるんだけど、その課金制なんだよね。でも課金して言い訳ベイビーの服買って持ってたんよね。そう、どうしても着せたくて、着たくてさ。そう、全略プロフィールはすいません、あの年代が違くって、すいません、ちょっとそれは私の世代ではないんですよね、すいません、ちょっとちょっと私の代ではないんですよね、ミクシーもすいません、はい、私の代じゃなくって、はい、私の代、あのアメーバピグ。アメーバピグもなかなかおもろいけどね、うん、ていうかなんかもうそんなんじゃなくて、もうツイッターとかだったと思うな、ツイッターとインスタみたいな感じだったわね普通に。うん、もう私の世代は、時代はみんな、はい、ミクシー通ってないです。あ、グリーはあのママの携帯で、あの釣りスタやってました。はい、釣りスタ、釣り星スタか釣りスタ星か。
そうちょっと5回くらい3回くらいで飽きちゃうんだけど、うん、そうそう、で私の時代もあのパケホとかじゃなかったんですよね、ギガすいません、あのほんとすいませんはいはい、パケット放題とかじゃなくてはい、パケット代で5万とかすいません、ないですアイモードじゃなくて、はい、何ですか何ですか、フォーマ、フォーマドコモのフォーマね、ごめんなさいね。ごめんなさい。うん、パカパカの携帯はね、ウィルコムで使ってた。けど、私あの中2から iPhone 持ってるから、ちょっとすいません。ごめんなさい。うん、すいません。中3かな、中2か中3。はい、すいません。いや、ウィルコムしか持ってなかったんよ。で、ウィルコムをなんか姉ちゃんに勧められて、ででも普通の携帯が欲しくって、本当に iPhone が欲しいってパパに言って、なんか何点取ったらいいぞみたいな話になったので、私が唯一 好成績を出した、でも何点か忘れたんだけど、それを未満に達したか達してないかで足したか足してないかで、でもね、一番好成績だったのはもうそこなのよ期末テストでで、あのでも一番好成績だったの、私の中学人生で、で頑張って買ってもらったんですね、はいそう、うん、そうなの、頑張って撮った、うん、でも今思えばすごい甘やかしてもらったなって思いますね、本当に、うん、めっちゃ思う、でもなんか結構周りも携帯持ってたりしたんよね、なんか私の周りも、だからもう余計欲しくなってしまって、なんかそういうのあるじゃない、で、あの一番最初に見たゲームは確かなめこ栽培ですいや中学持ってってないだって、あの没収されちゃうもん、世代だろうね多分。でも私なめこ栽培めっちゃ向いてなくって、もうすごいなんかってなっちゃった、なんかあのなめこの顔がなんか何時間後ねよしって思うじゃん、でも何時間後に忘れてんのなめこの存在でなんかあのみたいな顔になっちゃってて、そうダメだったね、あとつむつむとかですかね、そうなんだ、そうなんか今思えばタイマーでもかけといたらって思うんだけど、そんな頭がなくってね、うん、たまごっちも好きだったんだけど、そのやっぱ学校に行ってる時間とかもあっ
ったりとか、まあこれは言い訳なんだけど、あんまり向いてなかったと思う。たまごっちもほぼママが面倒見てたもんね、私のたまごっち。なんかすごい泣いた記憶あるんだよ、なんか学校から帰ってきたらかなんかで、保育園、いや違う学校だな、なんでさたまごっちからコールオブデューティーになるのレベル高すぎん急になんかこう今よりっていうか急激な成長を遂げてるね。育成系はちょっと苦手つつあるかもしれない。だって自分の育成で大変なんだもん忙しい忙しい。はい、じゃあ私は今何のゲームをしてるかっていうと、スプラトゥーンとウマ娘なので、今日は9時くらいから馬娘の決勝をオープンレックで配信したいと思うので、その後何するかはまだ決めてないんですけど、マシュマロでもやろうかな、ちょっとまあ決めてないんですけど、なんかしようと思うので見に来てくれたら嬉しいなと思います。ではランキング発表します。13位パンダの帝王さん、12位おたけさん、11位オアシスさん、10位ともさん、9位ゆかこさん、8位部長さん、7位ハムちゃん、6位ポポロさん、ごめんなさいアゴ書きます5位アグさん、4位 JT さん、3位ケイヤさん、2位サイさん、1位はるかぜさんでした。ありがとう。ではではまたねー。